12月9日、FC 今治が J3 昇格決定にあたって、株式会社今治、夢スポーツ代表取締役の矢野社長と FC 今治の選手らが愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。矢野社長は、2020年 J3 56番目のチームとして頑張らせていただく、先輩チームである愛媛 FC に少しでも近づけるよう頑張りたいと述べました。これに対して中村知事は、16万都市というのが身近なチームになり得ているのかも、ぜひ頑張ってほしいと述べました。